フランク・ファリーナは、オーストラリア・ダーウィン出身の元同国代表の、サッカー選手、現サッカー指導者。ユース時代は、AIS で過ごしたファリーナは、キャンベラシティ FC で、プロデビュー。デビューした年から7ゴールと才能を見せると、翌年には代表デビューした。それ以降、毎年コンスタントに得点を決めていくと1987から88。 1988から89と2シーズン連続得点王と最優秀選手。1988年には初代オセアニア年間最優秀選手賞に選ばれた。この活躍に国外クラブの関心を呼び、1988から89シーズンの途中にベルギーリーグのクラブブルーフヘと移籍した。シーズン途中の移籍ながら16試合で6ゴールと、 まずまずの活躍をする。翌シーズンには24ゴールを挙げ、得点王となり、チームの優勝に貢献した。しかし、この後に移籍したイタリアとイングランドのトップリーグでは、ノーゴールと苦しみ、フランスのトップリーグで3シーズン過ごしたものの、毎シーズン一桁得点に終わった。1995から96シーズンに、オーストラリアへ戻ると20試合で20ゴールを挙げ、 翌シーズンも2桁得点をするなど活躍。1998から99シーズンに古巣のマルコーニスタリオンズ FC へと戻り引退した。最初の監督業は1995から96シーズンにブリスベンストライカーズ FC で選手権任監督としてスタート。翌シーズンも選手権任監督をしながら NSL 初優勝した。 マルコーニツタリオンズ FC でも選手権人監督として活動した後に現役を引退。1999年にオーストラリア代表監督に就任すると翌年タヒチで開催された OFC ネーションズカップで優勝を果たした。2001年オセアニア大陸王者として参加した FIFA コンフェデレーションズカップでは世界王者であり欧州王者のフランス代表。 メキシコ代表といった強豪国に勝利し、グループリーグを突破。準々決勝では日本代表に1の0と敗れたものの、3位決定戦ではブラジル代表を破った。2005年も FIFA コンフェデレーションズカップに参加したものの、グループリーグで全敗し敗退した。この結果を受けて監督を辞任し、後任にはフース・ヒディンクが就任した。その後、 しばらくの間は、新聞のコラムニストとして活動。2006FIFA ワールドカップ予選の大陸間プレーオフルグアイ代表戦では、この試合のコメンテーターをラジオ局で務めていた。2006年11月15日、A リーグのブリスベンロアー FC の監督に就任したが、2009年10月11日に飲酒運転で逮捕されたため解雇された。 2011年2月11日、パプアニューギニア代表の監督に就任した。2012年11月28日、パプアニューギニア代表監督と兼任する形で、A リーグのシーズン途中からシドニー FC の監督に就任し、2013から14シーズンまでチームを率いた。2015年1月、ニュージーランドで開催される、 FIFA U-20 ワールドカップに挑むフィジー代表の監督に就任。6月に行われた本大会ではグループリーグで格上と目されたホンジュラス代表から歴史的な一勝を挙げた。同年10月にはフィジーのフル代表とリオデジャネイロオリンピックに出場する U-23 代表の監督を兼任することが発表された。2016年9月。 フィジーサッカー協会より解任を通達された。ありがとうございます。